その秩父三県にね、半グレが大多数逃亡してるはずやけど、別の班がおんねん。それは、まあ、うちの予言を彼らは馬鹿正直に信じてるから、だから、その沈まん場所を探しとるから。で、まあ、標高アプリみたいなのあるかな、登山用のね。それで調べて、まあ、500、600まで上がるから、最初はね、すぐ行くよ。200ぐらいまで。で、いっぺんそこまで上がるの。普通そんなもの。この自然現象はね。自然現象やからね。現代縄文改新って、その縄文時代の文明とか、縄文時代の呪いとか呪術とかそうなんちゃうで。ごく自然現象です。地球温暖化の時は、海水面が上がるやんか、当たり前やんか。な。もう十分温めたから、そろそろ上がり始めてるやろ。そんな報道もあったやろ。やっとその報道出しようってやろ。ずっと上がっとったんちゃうん、それやったら。気づいたよ、みたいな報道やったやろ。どっちかやったら。だから、まあ、標高アプリ使って、あいつら山岳に逃げとんねん。だけど、早すぎんねんな、避難がな。だから、もう食料尽きとるやろ。な。で、あいつらその、山の中で食い物見つけられへんし、どうしても。まあ、見つけれるかおるやろうけど、少数や。めっちゃ少数。で、その頃に権力渡さんために、何の能力もないやつが、その、非常に威張らんとあかん、その、現象、結末を演じとるわけ。山中で、山の中で。秩父が、そら、最大勢力やな。まあ、首都圏から言ったら普通秩父やから。普通はね。なんかあったら秩父に逃げろとおばあちゃんが言ってたって、誰か一人ポツン言ったら、みんなそこ行きよんねん。猫も作品しも。それも大変やねんで。そんな、もう判断できへんねん、首都圏の奴らは。で、別のグループは、なぎさに来てる。なぎそってことは、なぎさじゃないっていうか、そこはギリギリなぎさなんでしょって。まあ、標高はいろいろあるでしょうけど、とか言って。一辺と百まで上がるんですけど、その時は、泳いだらいいのって。すぐ引くんだからって。適当なこと言っとんねん。そういうわけでもないはずやけどな。津波みたいな感じじゃないから。縄文海進っていうのはね。実は、ね。津波とは全然レベルも、レベルというか、性質が違うんちゃう？自然現象としての。だけど、まあ、なぎそとか、すばら町はすばる町、いや、これバレるでしょう、とか言って。で、原野駅も避けてあるじゃん、バレるでしょう。どこの勢力かわかるよね。足立区関係者。な。で、まあ、その、なんちゅうの、スパイをいっぱい出しとるやろうから。な。だから、そのセキュリティソフト起動して、で、思いっきりスパイウェアとか出てきたら、めっちゃおとなしになるよな、あいつら。自覚するやろな。完全一致するんじゃん。その時ビンゴーってなんだろ。最初からうちの指摘全部ビンゴしてるはずやのに、完全一致のはずやのに、あいつら学がないわけじゃないけど、教養もないわけじゃないけど、自覚がないわけじゃないけど、なんちゅうかその、焦点あってへんから、自分自身。自己分析できてないから、うちの指摘が当たってないと思い込んどっただけ。鼻からずっと完全一致してんねん、実は。うちの指摘あいつらに。あれ？なんか外？静かなと。関係あんのかな、外。え？え、急に静かになったな、外。ギャラリー？うちのなんか、ハングレ大使のギャラリーかな、外のやつら。ありえんこともないけど、ハングレって、やたら人数だけ多いから。で、機動力も、なんか、組織力も失っとんね。何の意味もない、うごの衆になっとんね。ハングレ、人集め、人員集めすぎて。それ、黄金の乱の類型やで。曹操の類型ちゃうで。ドラッケンドラゴンのスワン校長も、曹操の類型ちゃうねんで。なんで分からんのかな。みんな戦争したことないねんと当たり前やけど。日本人は。もう戦争した世代。いや、戦争してない。左翼系の長老は言うんかな。あれは戦争じゃないとか言って。あ、お約束のなんか、うんこ。うんこやろ登場やな。開けてみて笑おうかと思ったけど、忙しいから、そんな今あれ。やっぱ本年な、あんなやつ。な、昔も、おったけど、あんな、うんこのじゃなかったから。だから、さっきの大友、大友がうんこのとすんねん。はっきり言うて。実は。みんな大友しかないと思って乗っとるだけで。
ミッション乗ってた人だと分かるやろ。オートマ乗って明らかにうんこ知ってる時の音結構鳴るやろ、オートマって。それで暴走族とかするからもう。傑作。いや、ミッションですよ、ダメじゃね。坂登れ。何の意味もあれん、あいつら。そんな価値あらへん。昔の暴走族だったのね。あいつはつもりくんやから。真似してるだけ。しかも、あいつらのあんなイメージやったんじゃん。暴走族って。うちのイメージと随分違うな。かけ離れてんな。うちが思ってた暴走族だんだんちゃうから。かけ離れてんな、イメージ。音も。波動も。周波数も。でもあいつらにとってあんなんやったんや。まあ主観なんでしょうけど、そらね。なんでもね。そういったことはね、印象っちゅうのはね。印象も感傷もね。感傷じゃ、感傷もね、そうそう。感想もね。主観ですわ、飽きるって。思い出も。思い込みも忘れそうやね。さて、そんな感じで、まあ、さやかついていってたりではせんはずや。だって上流客そこ上手に逃げるもん。私基地だからって。基地、うち基地やし、とか言って。あの、指令、ちゅうか指令もやっちゃったんだけど、通信いろいろ、だって、そっちもう電源なくなるでしょ、こっちはちゃんと生きてるからって。電池が、つか、コンセントあるからって。その、発電機持って行ってるんでしょうけど、それか、バッテリーも上がってるでしょ、車のバッテリー。そっから電源引いて、スマホいじってるんでしょうけど、って。絶対帰宅組じゃなくて、自宅組いるから、って。上手に、上流階級逃げるから。で、ちゃんとお父様に助けを求めるとこが、なかなかね、分かってもらえないのって。だから、ついていったらもう絶対分かってもらえないから、家で扱いにされるからって。で、上手に上流階級は、首都圏の自宅で見てんの、うちの。おぉ、せいでせいで面白いな。って笑いながら。そう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 、そう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 、そう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 、そうそうって。ハンコレに対する態度とちゃうやんって。え、あいつら潜入しとったんかって逆やろ、それ言うんやったらな。つうか、上流階級を囲い込むのや、こんな目に遭うの分かりきってるやん。分からんのかな、上流階級押さえといた方が有利やって。そんなんも知らんの、そんなんで日本人、日本史、日本人とは言わんで、そんなんで日本史演じてきたの、本当に。明らかに日本人ちゃうやん。そんなことも知らんなんて。藤原に気をつけろなんて常識やんか、日本人にとって。そんなん知らんって絶対日本人ちゃうやん。日本史を演じてるつもりくんの非日本人や、そんな奴ら。な？分かってきたやろ、みんな。